人とも中に入りなよ。ミクちゃんが。これどうなってるの？ミク、今そこの通りに誰か来たような感じがしたんだけど。あら、やっとこの世界に来てもらえたのね。よかったわ。メイコさんも？ねえコハネ、これって映像だよね。ミクもメイコもバーチャルシンガーだし。そのはずだけど、でも透けたりしてないみたいだし。びっくりさせちゃったわね。ひとまず座って話さない？そうだね、二人とも来て。あんちゃん、なんだかよくわからないけど、二人ともなんか知ってるみたいだし、行ってみよう。素敵なお店でも、ここもやっぱりなんだか来たことがあるような気が。それはここが君たちの世界だからだよ。君たちの世界？それってどこかで聞いたような。あ、続きは君たちの世界で話そうよ。もしかしてあの時のミクちゃん？そのさっきから言ってる世界って何なの？世界は思いでできた場所なんだ。君たち夢を叶えたい思いがあるでしょ。それがこの世界を作ってるんだよ。え？夢って、確かに私はラッドウィーケンドよりすごいイベントをやりたいって思ってるけど、でもだからってこんな場所ができるわけないじゃない。ちょっと信じられないわよね。自分たちの思いがこんな場所になってるなんて。でも二人とも思ったでしょ、ここを知ってる気がするって。あ、そういえばさっきもうないはずのラッドウィーケンドのフライヤーがあった。じゃあここって本当に私たちの思いでできた場所なの？ええ、あなたたちの世界とこの世界はアンタイトルっていう曲でつながっているの。再生すればこの世界につながって、停止すればまた元の世界に戻れるようになってるのよ。アンタイトルって小羽のスマホに入ってた曲だよね。確かにあの曲を聴こうとしたからこっちに来たし。あのちょっと聞いてもいいですか？どうしたの？あの、ここって本当に私たちの思いの世界なんですか？え？夢を叶えたい思いでできてるって言ってましたけど、私、あんちゃんみたいにしっかりした夢はまだ。小羽？だからここはあんちゃんの思いでできた場所なんじゃないかなって思うんですけど。ううん、ここは君たちの世界だよ。君たちが本当の思いを見つけられた時、私たちは思いを歌にできるんだ。思いを歌に？そう、そしてその思いは小羽も持ってる。あとはミク、メイコ、聞いてくれよ。またリンのやつはさ。あら、レン、またリンと喧嘩したの？だってリンはって、人が来てる。確か、小羽と会うだよね。やっと来てくれたんだ。ん？ちょうどこの世界の話をしてたところ。はじめまして、俺はレン、よろしくね。うん、よろしくね。あれ、でも二人だけなの？え、そうだけど。おかしいな、この世界って四人の思いでできてたはずだけど。四人？私たちの他にも誰かがいるってことですか？
じゃあラッドウィーケンドを超えるって思いを持ってる人が他にもいるんだ。誰だろう。うちの店に来たことある人はよくラッドウィーケンドの話をしてるけど。てか店、どうしたの。私店開けっぱなしで来ちゃったんだよね。早く戻らないと。もう帰っちゃうの。もう少し話そうよ。もうえんってば、無茶言わないの。また来るよ、レン君。今日はありがとう。アンタイトルを停止すればいいのかな。あ、私のスマホにも入ってる。ありがとうございました。小金、早く思いを見つけられるといいね。そしたらきっとその思いは君たちの歌になるよ。え？ああ、せっかく会えたのにすぐ行っちゃうなんてな。タイミングが悪かったわね。でもきっとまた来てくれるわよ。それに後の一人も来てくれるかもしれないし。そうだ、残りの二人にこっちから会いに行ってみよう。ミクも前小羽に会いに行ってたでしょ。いいんじゃない、どんな人か見に行ってみたら。うん。ファッションのために寒さを我慢するやつもいるけど、俺は見た目もダンも両方取る。亀街道で構わないで。
ガレージで歌ってる人いたね。ものすごく上手だったな。それはそうだよ。だって本人だもん。え？本人？そうだよ。あの人地元はこの辺じゃないんだけど、音楽活動してた頃の父さんが相談に乗ってあげたりしたみたい。そうだったんだ。改めて思うけど、あんちゃんのお父さんすごい人なんだね。